ノイズ対策で足にスプーン貼り付けてましたね。ここ触るだけでこのノイズが消えるんですよね。弦がボーンってなってることは別として、これを、まあ、足でやってましたと。だからブリッジ目として弾いてるときはいいけど、こうジャーンって弾いたときにノイズが後ろにうっすら乗ってるのが気に入らなかったとか、めっちゃ細かい話だと思います。ガーシャーンって音でレコーディングしてるのにめっちゃ細かいことを気にしてるっていう面白いシーンなんですよ実は。これね、超わかりやすいですね。これを線つないでスプーンでやってましたと。